こんにちは、宮本です今日は、左足下がりのバンカーからダフってしまって一発で出すことができなくて悩んでいる方に向けてアドバイスをさせていただきますこの左足下がりのバンカーバンカーの中でも一番難しい傾斜ですここからダフってしまう人は大変多いんですねでは、なぜダフってしまうのかまず私がダフってしまう人のスイングを行ってみましょう このようにしてダフってしまって出ないですねなぜかというとやはり左足下がりですけれども高くボールを打ち出そうとしてしまって高く打ち出そうとすると軸特に右肩が下がってしまうそうするとボールより手前を叩いてしまうそれで砂を多く取りすぎてしまってボールが出ないんですですのでしっかりとした構えそして右肩を下げないようにスイングをすることによって 正しいバンカーショットを打つことができますそのための重要なポイントを2つアドバイスさせていただきますまず1つ目はしっかりと傾斜地に合わせて重心を傾けるそしてもう1つその傾斜地に合わせてスイングを行っていくこの2つなんですねそれではまず1つ目の重心を左に傾けるこれを正しく行うためのさらに効果的なポイントというのが 左足に重心をしっかかりとかけるこの時に左膝を軽く曲げて左のももに力が入ったような感覚が得られるといいと思いますこの左膝の角度を絶対に変えないようにスイングしてくださいそしてスイングするためのポイントとしてですね傾斜地になぞってスイングするためのポイントとしてボールより先の砂を低く低く取ろうとするイメージが重要です 多くの人が球を上げたくてどうしても上に向かって振ってしまうので先の砂は触ることができないんですねですので低く低く先の砂を取ろうとするとこのようにボールから前の砂が飛んでバンカーから出すことができますではこの重要なポイント2つしっかり軸を傾けて重心を保ったまたまスイングするこれを行ってみましょう このようにナイスアウトすることができましたこのように左足下がりのバンカーから正しく打つことができて最初はなかなか寄せることは難しいですとても難しい依頼ですからねただ一発で出すことができれば必ずスコアアップにつながってきますぜひこの動画を参考にしていただいて左足下がりのバンカーから一発で出るそして皆さんのスコアが良くなるそういったことを期待しています本日はこの動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました